松浦航大さんの健さんのモノマネは本当にすごい。本当にすごいです。こんなことを言うのは本当はめちゃめちゃ悔しいんですけど、めちゃめちゃ悔しいんだけど、マジですごい。あんなに似てる人は多分この先も出てこないんじゃないかなっていうくらい似てるなと私は感じてます。平井堅さんがここだとしたら、もう松浦さんこの辺ほぼほぼもう差がないぐらいの感じに私は感じてます。さっき言いましたけど、めちゃくちゃすごいっていう裏には、めちゃめちゃ悔しい思い、松浦さんじゃなく、自分がモノマネをもっと磨いて、今のその松浦さんぐらいのクオリティまで行きたかったっていうのは本音です。やっぱりモノマネをしている以上は、もちろんご本人の寄せていくっていうことなんですけど、もうもちろん上の方に目指すじゃないですか。頑張ってたんですけど、でもやっぱ松浦さんはもうここの辺な気がするから、悔しい気持ちをバネに、悔しさをバネにこう頑張っていこうって思ってたんですけど、ちょっとほんとすごすぎて、狭すぎて、ちょっと無理かななんて感じてまして、平井堅さんのガチファンの方たちも、もう驚くぐらいのクオリティの高さなんですよ。私も一健さんファンとしてライブとか何回も行って生の歌声も聞いてますけど、本当にめちゃくちゃ似てるんですよ。本当に。悔しいんですよ。本当悔しい。でも、周りの平井堅さんのファンの方たちも、こんな似てる人見たことないっていうぐらいのクオリティです。マジです。すごい。本当すごい。本当すごいけど、本当悔しい。表と裏の、すげえ、悔しいっていう気持ちをですね、今日ちょっと吐かせていただいてるんですけど、私がですね、松浦さんを知ったのは、YouTube ではなくて、松浦さんが YouTube を始める前ですね、Twitter にですね、上げてた動画で、私が平井堅さんをモノマネをしているので、やっぱり競合相手とか気になって、Twitter で平井堅モノマネで検索とかしたりするんですけど、それで松浦さんの動画をたまたま見つけたんですよね。本格的にやられる前だったと思うんですけど、平井堅さんのモノマネをしてて、その時は君の好きなとことか、魔法って言っていいかな歌ってたと思うんですけど、もう本格的に始める前からめちゃくちゃ似てたんですよ。声の質？多分今までの人が捉えられなかったとこを捉えてる感じがしてて、悔しさよりも、もうすげえこの人って思っちゃって、その時、モノマネショーパブで働いてたんですけど、その時のスタッフに、この人すごい似てるみたいな。で、ちょっと興奮しながら、ちょっと話をして、その時、内心はですよ。内心は、ちょっともうこの人は、できればもう練習をしないでもらって、これ以上練習したら、マジでとんでもない、クオリティになると思って、その時からもうちょっと怯えてたんですけど、本格的に YouTube も始められて、私の方がちょっと先に YouTube 始めてたんですけど、もうあっという間にもう彗星のようにぴょーんとこう上の方まで行ってしまいまして、もう今や50万人ぐらいの登録者がいらっしゃる松浦さんですけど、今となってはもうチャンネル登録者の数も私なんかとは比にならないぐらいの方が見ていられるので、今となってはあんまりないんですけど、ちょうど松浦さんが自分をこう抜きかけてる時とか抜いた時とか、その辺はですね、よく私の YouTube のコメントにもですね、松浦航大さんというワードが出てきまして、松浦航大に食われた男とか、松浦航大と比べるとなんちゃらとか、まあ、いろいろとこう言われたわけですよ。まあ、そう言われてね、まあ、いい思いはするわけはなくて、ぐさっとこう刺さって、そんなことは分かってるわ、と、ちょっと言いながらも、思いながらも、でも悔しいじゃないですか、やっぱり。だからなんか、分かってんだけど、悔しい、比べられてて悔しい。でもなんか自分でも、なんかラスボス松浦航大みたいな、すごい最強のラスボスと、自分を比べてしまう自分がどっかにいるみたいな。なんか、いつもこう、松浦航大、ラスボス、松浦航大がこう、ちらついてたんですよ。まあ、後ろの方にいる時もあったけど、こう、正面にいるような時もあって、正面にいるような時は、やっぱりこう、メンタルもちょっとこう、わーってなったりとかしてたんですね。それが、YouTube 上でももちろん、こう、あったんですけど、私が普段立たせていただいているモノマネのショーをやるステージでも、ラスボスが正面とかでこう、力を発揮してる時は、お客さんがですよ、その時いるお客さんが、松浦航大のクオリティの
ケンさんのモノマネのフィルターをみんな通ってから見に来てると思っちゃって、比べられてるって勝手に思っちゃったりとかして、その当時はですね、メンタルが結構やられてた時も正直ありまして、そういう中でもなんとかこう、ラスボスをこう後ろの方に追いやって自分なりに頑張ってたんですけど、結局ですね、気づいたんです。同じとこぐる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 回ってるなと思って、ラスボス松浦航大さんがこう、この辺にいるときとこの辺にいるときってずっとこうぐる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 回ってて同じことを繰り返してるなと思っちゃったんですよ。どうしたらいいんだろうなってちょっとわからなくなってたんですけど、まあ、このままだとステージでやるときもお客さんにねそういう面をこういつかは見られちゃうんじゃないかとかそういうふうにも思いますし、これはもうずっと同じこと繰り返してるから、じゃあ一旦この思いっていうかこうすげえって思ってるんだけど、すげえの表の裏の部分はめちゃくちゃ悔しくてクソって思ってる、散りばめられてるこの嫉妬とかジェラシーみたいなものを一回も全部吐き出したいと思いまして、その吐き出したものを動画にも撮って YouTube で残そうと、残してすることによって今までずっと同じとこぐるぐる回ってたところの一歩先に出れるんじゃないかなと思いまして、本当こういう動画をねこうなんでやってんのかって思う人もいると思うし、私自身もこれはやっていいのかどうかっていうのと葛藤はあったんですけど、一歩踏み出すために今日はこの動画を撮らせていただいてます。正直松浦航大さんに怯えすぎて、なるべく見ないようにしようかなと思ってた時もあったんですけど、でも気がつけば私もですね、松浦さんの動画はほぼほぼ全部見てます。昨日のライブ配信も実はしれっと見てまして、生で歌ってもすげえ似てんなと思って、やっぱすげえわ、と思ったばかりでございます。切っても切り離せない。ラスボス一回だってラスボスに出会っちゃったんだから、これはもう切り離せないよねっていうところで、正面から向かうわけじゃなくて、正面じゃなくて悔しさをバネに横行ったりこう違うとこ行っていろんな可能性を試していこうと思っている次第でございます。今後は YouTube でも歌は私も好きだしこれからも磨いていきたいのでもちろん続けるんですが、なんかこう歌じゃないことをやってこう何やってんのって思う人もいるかも知れませんが、なんかそこはですね、この人もがいてんだなとか迷ってんだなとか、でもなんとなく頑張ってやってんだろうなみたいな感じで、ちょっと温かく見ていただければ嬉しいなと思っております。今日はですね、松浦航大さんを本音で語るというテーマで、動画を撮らせていただいておりますが、本音はすげえ、でもその裏はクソ悔しいっていう思いの方がまあ当然強いです。でもすごいはすごい、だからこの先のですね、松浦さんの動画も多分私は見るでしょう。で、見て盗めるところは盗むでしょう。でも、なんか私ももう、一、松浦さんのファンだというふうに、自分自身も認めてですね、すごいなと思ってるわけですから、もうすごいですから、もうそこは認めて、松浦さんの、これからどういうことしていくのかっていうのをですね、楽しみにしたいなと思いますし、私は、平井堅さんがやらないそうなこと、そして、松浦さんがやらなそうなこと、というところで、隙間みたいなところを見つけてですね、私なりに楽しんでもらえるものを今後頑張って作っていきたいと思いますので、今後とも見ていただければと思います。そして松浦さんの動画まだ見たことないという方、もしいらっしゃいましたら、いないと思いますけど、もしいらっしゃいましたら、本当にすごいので、ぜひ見てみてください。ケンさんも YouTube すごく見てるって言ってたので、いつか松浦さんがケンさんと何かしたり、それが例えば自分だったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、でもまあ松浦さんのこと多分当然ケンさんは耳には走ってると思うので、その辺も楽しみにしていきたいと思います。というわけで今日は松浦航大さんを本音で語るということでこの動画を撮らせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。小岩健でした。